はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと変わった植物、ね、うちにある植物で、なかなか関東では見ない植物なんですけれども、それをご紹介したいと思います。以前ですね、これも沖縄の方から、送っていただいたものなんですが、なんだかお分かりになりますか？ちょっとサボテンのようなもの、サボテンのように見えますけれども、これドラゴンフルーツなんですよ。あのドラゴンフルーツの、ここまでの部分を送っていただいたんですけど、うちでそれを挿し木のような状態にしておきましたら、こう上にね、で新しい、木が出てきたっていうような状態なんですけれど、これはなんていうかな、こうパイナップルの、頭のところみたいにこうパーッと広がるような形でこう育っていきますんで、そこに花が咲いて、カクカク花が咲いて、そこに実がつくっていう状態なんで、これこう横に張ったままだとどんどん横に行っちゃってね、実を取るのもちょっと大変かなっていうふうに思いましてね、これをちゃんとこうまっすぐに仕立ててあげて、花がやすいような状態、実がなりやすいような状態にしようと思います。とりあえずね、どんな風にやればいいのかっていうのを試してみますんで、でこれね、ちょっと今日購入してきたんですけど、ガーデンソフトワイヤーって言って、中身がアルミの線になってて、周りにこうビニールのコーティングがされているようなワイヤーなんですね。これを使って、普通でしたらね、こう竹型の、ね、棒を刺して、そこに輪がくっついたやつもあるんですけども、それだとちょうどいい高さやなんかなかなか取れないと思うんですよ。それはこれを使うことによってね、好きなところで固定してあげることもできますんで、それをちょっと今日はやってみようと思います。長めなんですけれども、結構伸びていってしまいますから、ちょっと長めのものを使いますね。これ3点で押さえるようにして、これですね、こんな感じで3本刺します。でワイヤーを切って使っている形ですね。ワイヤーをまずで、先に頭のところを固定しておきますか。頭のところを固定しておきます。よいしょ、ですね、頭のところをキュッと固定しておきました。それからね、下の方に行きまして、これをとりあえず起こしてあげなくちゃならないんで、あまり無理やりやるとね、ちょっと折れちゃいそうなので、ちょっとゆっくりやってみます。必要なぐらいの長さのワイヤーを切っておきまして、うまく落ちてくれるといいんですけどね。これにトゲがあるから、結構端っこのところにねトゲがあるんで、もしドラゴンフルーツやってみたいなと思ったら気をつけてくださいね。トゲがあるので、
伸びていきますから、伸びていった時に、ね、ここに入れてあげられるようにもう一箇所ぐらいつけておきましょう。これだとね、あの市販の、リング付きのやつとはまた違って好きな高さに、ね、つけられるし、まあ、その無理しなくても、作業できると思うので、まあ、こういうドラゴンフルーツに限らず、まあ、他でもこうするものとかどんどん伸びちゃうようなものですよね。そういうものに関しては一度試してみるといいと思いますよ。割と、自分の、ね、好きなところでこう固定できますので、自分ではいつもこのような形でやるようにしています。これでまっすぐ上に、だんだんここのところでね、癖がついて、まっすぐ上に伸びていくようになるんですけど、まだここにね、小さい芽が2つ3つ出るような形で出てますんで、もう一本ね、外にドラゴンフルーツの木あるんですけれども、そのドラゴンフルーツの木の方はもう枝がこういう形で枝が3本出てます。これもね、今このすぐ隣にも芽がありますから、まあ、これもいずれ出てくると思うんですけれど、まあ普通の木と同じように、まあ、伸びてきて、まあ、ここのところはこっちに伸ばしたくないなと思ったらそれは落としてもらって構わないと思うんですよ。で、落としてもらった場合にはこうこのような形でね、挿し木っていう形で、やってみれば他に新たなドラゴンフルーツの、木が作れますので、一度こうやって試してみるといいと思います。サボテンもね、多分こういうふうに同じようなやり方でやればできると思いますので、ぜひよかったらやってみてください。なかなかこうドラゴンフルーツ手に入れることは難しいと思うんですけども、今結構こうメルカリとかね、オークション屋なんかで出品されてる方いますんで、まあ試しにやってみてください。こうね、さっきこう真横になってましたけど、こうやってまっすぐ立ててあげることによって、こう上手に仕立てることによっていいと思いますよね。よかったらね、ぜひ皆さんも試してみてください。